イベリアのペトルは、イベリア王国の王子、神学者また哲学者。初期キリスト教における大建物にして、ネオプラトニズムの創始者の一人である。一部では、ニセディオニュシオスホアレオパギテスのペンネームで書かれた書物の著者の一人であるとされる。グルジアでは、初となる総院をベツレヘムに設立し、ガザ近郊の前馬の主教となった。また晩年にはカルケドン派キリスト教と対立した。 ビールエルクットヒブンは、ペトルと父に言及しているペトルは、イベリア王国の王家であるコスロ王家に生まれた。出生年は413年、または417年頃とされている。出生名はマーブン。ペトルの父である王、ボスマリオスは著名な哲学者ミトリダテスを、ラジカから招き、ペトルの教育に当たらせた。ペトルは12歳で、政治的な人質として、 コンスタンティノープルに送られ、東ローマ皇帝テオドシウス2世紀の皇后、アエリア・エウドキアの支援の下で、英才教育を受けた。その後、20歳になったペトルは、チミトリダテスと共に宮殿を後にし、パレスチナへの巡礼の旅に向かうことを決める。430年、ペトルは自身の僧院をベツレヘムに設立し、445年には、司祭となる。 ミトリダテスを伴って、近東の複数の国々を旅し、ついにガザにほど近いマイウマに移り住む。452年、半年の間マイウマの司教を務めた。ペトルはエジプトに逃れたが10年で、パレスチナに戻り、数多くの支持者と弟子を集めた。弟子の一人であるヨハネスルフスは、聖人伝記の著者であり、またマイウマの司教をペトルから継いだと考えられている。 ペトルは491年に古代ヤブネの港町、ヤブネイコーリアムで死去。ガザ近くの彼の創院に埋葬された。複数の東方教会は、ペトルがカルケドン派キリスト教の教義に対立していたと考えている。ありがとうございます。